関西学院サーダウンテン、試合時間残り9秒、ボールオン相手陣14ヤード。パス成功、ファーストしかし、ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。試合終了となりまして、関西学院中学部38点、慶応学院中学校0点、関西学院中学部の勝利です。皆様、長時間のご観戦ありがとうございました。次回、来週もこの関西中学生アメリカンタッチフットボールを中継させていただきます。